はい、4月入りました、うん、やっぱり時期的にも新しい環境に入ってる人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんで、新卒が入社されたりとか、うん、だから我々もね、まあ、転職なりでこう何度かこうそういう新しい環境に身を置くことを経験している中で、うん、いろんな人がいるなと思って、作戦立ててそのスタートダッシュ切る人いたりとか、うん、最初にこう馬力発揮して主導権握ろうとしてくる人とかやっぱりいるじゃないですか。だから最初のそういう作戦とか戦略ってどこまで大事なのかなって思ったりとかして、で逆にそのこういうことを心がけていくといいよみたいなのがあれば、和田さんの逆に和田さんがいつも心がけてることとかあるのかなとか。なるほど。その僕があれですよ、うん、成功例かどうか判断しないで聞かない方がいいと思いますけどいやアンチパターンの可能性あるからね。あ、いやでも結局何年か経った時に、うん、そのコミュニティで信頼を受けてることが成功だと考えたら、うん、和田さんはでも成功してるんじゃないですか、そういう意味だと。そうなんですかね。そんな和田さんが、はい、そう、まあ、あれですよね、僕はもう性格上その無理なんですよ、その初速を出すっていうのは、はあ、まあそのもう極度 その引っ込み思案じゃないですか、なんかそのまともにこう不登校で学校行ってないみたいなっていうのは嘘なんですけど、ちゃんと言ってたんですけど、なんか最初からあんまりこうしゃしゃれないですよね。僕もそうだし、綿さんもきっとそうなのかな。新学期思い出してください、学校行ってた時の感じ、うん、全然もう無理ですよね。おとなしそうな人にそう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 、ちょっとすり寄っていくっていう。そう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 今やってるそのプレステのソフトの話とかちょっとなんか分かんない、オタクの子みたいなことかをね、捕まえてみたいな。いやだからなんていうんですかね、でも僕がこう今まで見てきたケースで言えば、まあこれなんか人それぞれだから、そのどう捉えるかっていう、どう見るかっていうところはあるんですけど、最初こう結構爆上げで行っちゃう人って、はい、3ヶ月ぐらいするとね、結構燃料切れてくるんですよ。その、はいはいはい、そりゃそうじゃないですか。だって多分それもそのよほどの躁鬱病みたいな人じゃないと、そんなこういきなりガシガシいけるその本来のパーソナリティなんで、持ってるやつ多分いないと思うんですよ。なんかまあ相当無理してやってるみたいな。いやそんなもう2年とか続けられないわけじゃないですか、そのテンションを。で多分続けて続けたやつがぶっ壊れて打つとかでやめちゃう。なるほど。その仕事の力の入れ方と、うん、その人間関係 その取り組み方ある気がしてて。ありますね、うん、人間関係の作り方とかどうですか。いや僕だから人間関係もね、どっちかっていうと何ていうんですかね、こう大器晩成型なんですよねいやなんか最初全然喋らなくてこう仲悪かった人と結果的にはすごいパートナーになってたりとか、はいはいはい、そういうの起きがちなんですよ。だから多分僕はちょっとそれは特殊な部分はあるかもしれないですけど、なんかやっぱりその最初のこの例えばその新学期友達作ろうって思って作った友達ってちょっとそのこう無理やり合わせちゃうから、はいはいはい、ちょっとその実は本当の意味で何ですか、前面になれる可能性があるかどうかで言ったら、結構ちょっと最初のその何ていうんですか、スカウターがちょっと若干戦闘能力ちゃんと測れない時のスカウターだから、若干ちょっとね見誤るケースあるような気してるんですよ。はいはいはい。どっちかっていうとこうじわじわこいつこういうやつだなっていうのをこう結構見た上で、しかもその悪いとこもいいとこもある程度把握した上で仲良くなれると、結構そのねベストフレンド、フォーエバーみたいな会社入社した時もそんな風にしてるんですか僕割といやでももちろんそのあれですよ、そのあれじゃないですか、社会生活だからその社会人として求められるじゃないですか、そういうことだから、まあやりもちろんそのベーシックなところはやるんですけど、はいはい、そのなんかこうなんですか、
要はその僕とか田澤さんって割とこうある程度こう芯でどういう人たちどういう人か分かってるから仕事でもこう、うん、ある程度呼吸が整うみたいな、はいはい、だからそこまで行くのは結構時間かかるんですよね、うん、僕は。でも同じじゃないですか、田澤さんもなんか同じ境遇の人だと僕は思ってますけど、ね、僕はもう最初はもうひたすら無難に、無難なキャラにと言います。あ、でも僕もそうですね、うんうん、なんかあのホームパーティーをこう開きたがるみたいな人と誘われるタイプの人みたいな、はいはい、だいぶこの先天的にこう分かれるじゃないですか、はいはいはい、なんかそのそうそうそう、いやなんか例えばグループ分けとかされた時にはいどうぞって言われた時に率先して仕切り出す人とかって、はい、なんか絶対に一つのグループに一人いますよね、なんかいるいるあれは一人を絶対生むようになってるんですかね、この人間というのは。それともたまたま一人毎回どっかにいるんですかね。かあれじゃない、あのだからあのなんだっけ、あの卒業した後同窓会やるじゃないですか、はい、あれってなんか幹事決められてるんでしょ、なんか学校側がお前幹事やれって言って、はいはいはい、数十年後に幹事やるみたいな話を僕聞いたことあって、そうなんです、他の地域によって違うのかもしれないけど選ばれてる説ありますけど、なんかそのあだからあの新卒の何でしたっけ、あの新卒のなんか新刊のなんかコンパとか、新卒の新刊コンパってないかあの新入社員 の, その受け入れの飲み会とか、あれなんか新卒で、こいつちょっと仕切りうまそうだなみたいなやつにこう裏でこう仕込んでるのよく見てましたけどね、なんかね、うん。でそういう仕切るのが上手い人って得するんですか、うん、その後僕ね、それがちょっと聞きたくて。いやだそれはあれですよ、ジャパニーズカルチャーですそういうやつがあれですよ、そののし上がっていく仕組みでできてるじゃないですか。やっぱそうなんですかね、うん、だってそうじゃないですか、お客さんとの接待もそう慣れてるからその どこのお店とそのね、どんな塩梅で二次会と三次会とみたいなこう繋いでいくかとか、はい、あなんか僕その仕事に関しては最初から手抜きをせずに最初からきっちり全部やっていくようにあえてそこ頑張るんですよね。なんか要は最初で印象をつくじゃないですか、だから最初こそ丁寧にきっちり全部やるんですけど、人間関係に関してはその無難である方がいいんじゃないかなって思ってて、まあ距離感とかね、しゃしゃる人って周りからそのよく思われてんのかな、なんかでもいや僕だからそれはそのなんですか、それをはっきり言っちゃいますけど、それをそうよしと思わない人間だからそういう色眼鏡見てるから、そういう人たちがそのなんていうんですか、その、ま、なんか周りの人によく思われてないんじゃないかっていう変な偏見があるけど、実はすごい慕われてる可能性ある、ね、それはあるかもしれないですね。あの人はもう誰でも気さくに話しかけてくれるから、確かにもうあの人いなかったらもう飲み会とか行きたくないんだよなみたいな人は、救われてる人はいるのかもしれないですよね。なるほど、うん、そうか、そうだから僕らがの性格がね、少年が腐ってる、少年が腐ってる基本目立つやつのちょっと、ね、そうあのそう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 でもなんかしゃしゃり方なのかな、まああのね、そのタイプ分かれますよね、ああいう、うん、そのうまくこうなんだろう、バランスよくちゃんとこう配慮もできる人と、あのグイグイいっちゃうみたいな人、なんか前僕実際に戦略的にそれやってる人は本人から聞いたことあって、うん、あえて最初から主導権握るとその後ずっと支配し続けられるから、まあね、最初からもうスタートダッシュで主導権握っていくっていう人はいましたけどね。コミュニティの原理原則ですよねオーナーシップ、うん、いやでもちょっと再度これ問いたいですけど、本当に主導権握れてますかあ逆にねそう思わされてる可能性ありませんか、うん、これはだからあの僕あの父兄じゃないですか、はい、子供いるじゃないですか、はいはいはい、これねあこれはちょっとあくまでこうフォローのために言ってみますけど、はい、僕の子供の保育園ではないんです、僕の親戚の保育園なんですけど、うん、もうやばいらしいですよ、あのあの親の、はいはい、人が親になった時のあの他の子たちの親に対するそのアグレッシブさを出す親、まあ、モンスターみたいなやつのモンスター具合が
あれ実はやばいらしい。だからもう LINE のグループとかも、はい、そいつがマジで仕切って支配してるんですよ。もうだからその例えば先生の送別会とかで2万5000円の何々あげたいんだけどこれでよろしいですかみたいな、ノーと言えないみたいな。だからなるほどね。でも裏でめちゃめちゃ悪口言われてるんですよ。なんかそのなるほど、あいつなんだみたいな、なるじゃんそんなの。はいはいはい、うん、みんなおとなしいから言わないんだけど。ああなるほど。なんか協調性という名のあの何ていうんですか、あの口裏合わせで成り立ってるコミュニティでしかないから、うんうん、それが支配できてるのかというところは、ね、ちょっと一石疑問を投じたいですね。あ、うん、まあ極端な例ですけど ねこれはね、うん、だからいいバランスであればそういう人いてくれた方が、まあ、引っ込み思案からしたらちょっと楽な時はありますけどね、まあ、時にね、うん、あの何ですか、逆のパターンもあるじゃないですか。そういうなんかこう前に出てくれる人がいなくて、はい、ひたすらこう何も決まんなくて、あのすげえ責任の押し付け合いになるみたいな、当事者意識マイナス 150% みたいな、そのなんかコミュニティ結果なんかすごいめちゃめちゃ気弱い、一番気弱い人がなんかあのすごい小さい声で集金したいんですけどみたい なんかそういう LINE でこう来るみたいなそういうパターンもあるからね、まあ、一様にこう言えないんですけど、うん、まあでもその人の遺伝子、そのやっぱ優性遺伝子とか劣性遺伝子とかあるじゃないですか、うんうんうん、決まってんでしょうねやっぱね、ああいうのを一定だから、そういうやつが、まあ、基本的に日本人はその内向型が多いから、うん、まあね、その農耕民族でね、そうだから仕切るっていうのは、うん、まあ欧米の方ではね、うん、あのまあ、そうでないとやっていけなかったりとかするからそれでいいんですけどね、うん、むしろあの子がぶつかり合っちゃうって言いますもんね、うん、そのなんかみんな俺がワイがワイがみたいな感じになるから、うん、で別になんかあのそれはそれでなんか美しいですよね、別にあのつるむきねえからみたいな、そもそもみたいなそのスタンスは嫌いじゃないですけどね。逆にだから僕ら日本人は、うん、そのなんかそのね、農作物も一人じゃやっぱりこう作れないわけじゃないですか、うん、何人か集落でちゃんとその敷地をこう、ね、ね、分配し合って、うん、そういうこう協調性の中でしかその営みを得られなかったがゆえにその地主、土地の主とかにすごいこう年貢を納める仕組みができるみたいな、だからなんかそのなんていうんですかね、その犬みたいなそうだからやっぱり 地主のはいるんですね地主はいるでしょう、だってそれ土地の主だからですよねそれはどんなコミュニティもいますよ、じゃあやっぱ僕らがじゃあ負け犬だっていうことで、そうっすね、だからあの搾取される側、うん、なるほどね、ですから、うん、じゃあ今日この回は負けるの遠吠えだったっまあ少年が腐ってるその負け犬たちの、そのもしかしたら世の中を良くしている人たちの、うん、そのなんか愚痴ですねこれ完全にいやでも僕らみたいなのがいてバランス保ってるコミュニティもあるんですよ。だから全員がそのだから欧米の社会みたいにワイがワイがなった時に、うん、そのうまくいかない場合もあるから、うん、やっぱバランスはね大事だったりしますから、うんうん、なんか言ってください、ね、うーんって